どうも、畑中です。最近ちょっとなかなか動画をですね、更新できてなくてですね、実は人生初の個展をやらせていただくことになりまして、で、今まで人様の展示をですね、こう音でお手伝いするっていうことはやってきたんですけど、個展っていうのはやっぱり初めてなんで、なかなか準備が大変ですねっていうのを実感してるんですけど、4月22日から5月31日まで、場所はですね、カーディハウス横浜になります。概要欄に詳細書いておきますので、そちらをご覧ください。で、タイトルがですね、始まりの場所、音と写真と NFT ということで、基本的には音の展示なんですけども、それと同時に写真の展示でもあります。それから実験的にオープンシー上で写真の NFT の販売もする予定です。で、リアルの展示の方の写真にはですね、一応音付きという作品がいくつかあって、それをご購入いただいた方はそれぞれヒアリングをさせていただいて、後日オリジナルの音源を制作して、その音源をデータで差し上げます。これもともとはですね、以前カンディハウス表参道店の音を作らせていただいた時のご縁からこういう流れにつながってるんですけども、そもそもはアセッカーデザインウィークとのご縁からつながっています。で、構想段階では、今までその音楽以外の視覚的な表現を例えばするっていうことは構想としてはあったんですけど、で、今回その中でもいろいろ貯めているアイディアをここでそれをやろうと思ったんですけども、やはり自分にとってその音作りの源泉といいますか、原点といいますか、それになっている浜頓別の景色と音で、素直にシンプルに構成した方がいいんじゃないかという答えになりまして、で、そもそもカンディハウスさんが生まれたアセッカーという場所は私の母の地元ということもありまして、実は結構子どもの頃からよく通って遊びに行ったりして、親戚もたくさんいたんで、第二の故郷みたいな感じでいたんですね。で、私の父は戦後幼少期に樺太から浜頓別に渡ってきてる人なんですけども、そんなこともあって、浜頓別と旭川っていうラインは個人的にすごく深い結びつきがあります。で、両親はもう亡くなっていないんですけども、多分そんな両親からもね、きっとあれこれ文句言われにくいだろうなっていうテーマでもあるんですけど、で、今回こういった形で個展をやらせていただくとは思っていなくてですね、これ昨年の秋に出た話で、実は伸びに伸びてようやく4月に開催ということになったんですけど、写真と音でやるっていうことは自分も予想はしてなかったんですね。で、今後も音を基軸とすることに変わりはないんですけど、今まで、自らちょっと蓋をしてたところもあって、自己表現っていうのはこれからマイペースでコツコツやっていきたいなと思ってます。それとですね、今回非常に楽しみにしてるのは、日本では初公開になるスピーカーブランドキクノを使わせていただきます。で、今までいろんな現場をご一緒してきたアムステルダム在住の積田くんのハンドクラフトスピーカーのサウンドっていうのを今回はお楽しみいただける予定です。それで、初日の4月22日金曜日の11時から18時までは在廊する予定です。で、開催期間中はオンライン在廊もする予定で、で、5月後半にも在廊する予定でいます。ぜひご覧いただけましたら幸いです。